はいどうも、カードショップ山本の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日18時に MTG 関連の動画をアップしています。チャンネル登録が無駄な方はぜひチャンネル登録と高評価グッドボタンよろしくお願いします。はい、本日紹介するデッキはこちらです。白タンゲートということでね、まあ今白タンミッドレンジとかも強いんですけど、まあゲートは相変わらず強いだろうということでね。で今白タンね、めちゃめちゃ強い理由としてね、この軍備放棄1マナの追放除去があるんですね。相手3点回復するとかあんまり些細なことなんでどうでもよくて、まあ、非常に便利なカードなんですね。それプラスこいつですね、報復将来が使えると。これね、めちゃめちゃ強いのが、まあ、クワシンなんで、まあ、白のマナシンボルが4つ並んでるんでなかなか白単以外では使いにくいんですけど、あなたの墓地にあるパーマネントカード1つと、じゃあ1枚とプレイヤー1人を対象とすると、そのカードを場に戻す。でこの場合でクリーチャーじゃなくてアーティファクトもプレーンゾーカーも何でもいいわけなんですよね、パーマネント。はい、そして、そのプレイヤーがコントロールしているクリーチャーや機体の上にプライチカウンターを 4個、置くことができると。まあ、クリーチャーの上に置いてもいいし、銀行破りの上に置いてもいいしという感じでね、非常にパワーアップもできて非常に強いカードなんですね。で、まあ、一応このリアニ要素としてはファイレクシアの門とエルズペスを、ラフィーンの密通者、エーガンジョの修繕、まあ、ここら辺で捨てていきたいなという感じのデッキですね。で、ラフィーンの密通者は場に出た時に超、防御か防御すると。カード1枚引いてカード1枚捨てるという。で、土地以外のカードを捨てたらプライチカウンターに乗って3人になると。まあ、2マナ3人非常に優秀ですよね。まあ、そして、栄冠城の修繕、こいつはね、もう本当ね、めちゃめちゃ優秀なんですけど、ライブラリーからまずね、英雄譚で、第1章で、兵長を持ってくると。で、第2章で何かカードを捨てたら、墓地にある2マナ以下のパーマネントカード1枚を戻すと、場に。で、それが土地でも戻せるんで、まあ、そこら辺が非常に優秀だなというところでね、2マナ以下なんで、エンチャントアーティファクト割ることもできるし、銀行破り戻すこともできるし、噛みつく相棒戻すこともできる、ラフィーンの3つ者戻すこともできるとね、非常に優秀なカードになっております。で、最後ね、3-4の警戒。まあ、これが普通に強い。3-4っていうのが普通に強くて、しかも警戒持ってて殴ったら1-1クリーチャー出てくるんですよね。これ非常に強いですね。さらにこいつですね、救出専門家。これもね、あの場に出た時に、墓地から2マナ以下のクリーチャーカード1枚場に戻すと。ただ戻したクリーチャーは攻撃もブロックもできないんですけど、まあ、こいつ自体が3マナ3に反魂なんで、非常にあの1回でも殴れたらすごいライフレースが楽になると。戻してくるのは場に出た時に役に立つ噛みつく相棒であったり、攻撃防御できんでもサクッてアーティファクトエンチャント割れる聖戦士の奇襲兵戻してきたり、まあ、ラフィーンの3つ者でドローして捨てたり、まあ、ここら辺の動きができるので、まあ、非常にこのデッキとも相性がいいと。さらにね、セラの模範っていうのでね、これはね、マナソウルが3以下のパーマネント呪文を戻すと。はい。まあ、これ救出専門家戻して、さらにそこから噛みつく相棒戻してみたいな感じの動きもできるし、まあ、非常にね、こいつは優秀なカードですね。まあ、ここら辺でもまあ十分なんか粘っこい戦い方できるかなと思うんですけど、まあ、そこにさらに鋼の四天使、こいつもね非常に優秀でね、6マナ54飛行なんですけど、攻撃時にね、反魂か警戒かあと飛行か、自分のクリーチャーに与えることができて、しかも3マナで試作で出せると、3-3で出していけるんですけど、まあ、非常にね銀行破りとの相性もいいですし、非常に強いカードですね。はい、まあそんな感じで、最終的にはね、でもゲートを持ってきて相手のクリーチャー倒して相手のクリーチャーパクって、でまあ勝っていくというねデッキですね。さあそれではね、早速やっていきたいと思います。はい、プレイ。7枚でキープ。さあお相手はセレズニアエンちゃんとか。さあ3つでしょ。この軍備放棄がね、最終的にはものを言うのかなっていう感じはありますね。さあ軍備放棄、
さあ3つ後ろ、土地捨てるか。さあアタック、まあ相打ちは全然 OK です。むしろの修繕、さあアタック、これがややこしいな。神聖なる憑依、これを割るカード早く来てくれないと。お、とりあえずこのターンは出てこないと。来ませんね。どうする？土地を捨てる。ラフィンの密通者。さあ噛みつく愛を出していきます。でカード引く。さあアタック、ターン終了。ああ来ちゃいましたね。さあ来ちゃいましたけども、さあセラの模範、デッキを圧縮させていこう。さあアタック、相手ハンドも結構あるんだよね。厄介だね。ドロー優先してきましたね。さあ栄冠城の修繕、いやまあもう全員突っ込めは突っ込めだな。要するに相手も並ばんかったらそんなに脅威じゃないからね、こいつも。ターン終了。全主義者と、おー来ましたね。まあ仕方ない。さあカード引きます。
3つしか。あ、次のセラの模範引いてきた。さあ、アタック。とにかく相手の数を減らしていきたい。ガンジャムないとは思うけど、一応出さずに行こうか。流すけど、特別はどうせ飛んでこんしな。また来たか。ハンコンもあるから、あんまり油断というかあれはできないですね。お、いいカード来ましたね。やっと来た。なかなかですね、やば。さあ、ブロック。一気に回復されましたね。ターンもらいます。3体は殴るわな。4体で殴るか。まあ3体にしとこう。さあ、カード引いときます。ターン終了。それはもう迷いなく行きますよ。さあ、仮初めの時間壊してセラの模範戻してきて、割った奇襲兵戻してきて、憑依も壊すという感じで行きたいですね。と行きたいんですけど、なかなかなんかいろいろとされますね。ここで出していいかな。まあインスタントだったら除去ないか。ああ、めっちゃ強いわ。
さあ軍備放棄。さあアタック。はい、対戦ありがとうございました。さあやっていきます。7枚でキープ。さあ銀行破り、白白。ルナリアの守護者か。ターン終了。まあ2点もらいましょう。でカード引きます。サラフィーヌ3通車。カードを引いてカード1枚捨てます。ターン終了。白ターンの兵士デッキですか。3であれば、まあ、登場していきましょう。あ、33じゃないか、32か。うん、まあしゃあないな。じゃあドローしよう。さあ土地を出す。で平地持ってきます。で銀行破り出してターン終了。とにかく序盤耐えて逆転を狙っていきたい。はい、対戦ありがとうございました。さあ7枚でキープ。さあまず平地持ってきます。ターン終了。で噛みつく相棒。まず殴りましょうか。で、エーガン城の修繕。で、平地持ってきます。まず平地を捨てて、潜伏先戻して、平地持ってきます。まあ、これでデッキをね、圧縮していきます。で銀行破り。さあ、アタック。ターン終了。さあカード引いていきます。
おーい、ちょっと待て。こんだけ土地引いとんのにまだ土地引くか。圧縮していってんのに全然土地引くの、なんだこれ。とりあえず殴りましょうか。さあアタック。さあさらに銀行破り出していく。ターン終了。マナを加速させて、さあ何してきますかね。今6マナ、土地置いたら7マナ。ゲートまではまだ2つ2マナある。おお、この呪文強いよね。普通にゲートを引いてきた。ゲート出す意味あんのか？ゲート出す意味がないな。まあ圧縮していこう。で殴る。ターン終了。これ一生来、それこそゲート入ってそうな雰囲気ですね。自分はクリーチャーが入ってない呪文だけとか、そんなパターンでしょ。ターンもらいます。すごいねこれ。さあ密通信でゲート捨てます。報復将来。犬を強くしよう。で登場して殴っていきます。サダック、さあ一気に削れましたね。ターン終了。ここも殴っときゃよかったから、フィンで殴った方がよかったね。もう焼き払う。焼き払われた。さあ噛みつく相棒。すごいな。報復将来。さあ火力がなければという感じですけど、はい、対戦ありがとうございました。
さあ7枚でキープ、ターン終了。さあ銀行破り、鋼の戦士、さあハンコンをつけて殴っていきます。ターン終了。これディスパーか、さあアタック、ターン終了。ここで集団失踪来るか。さあ報復将来、さあハンコンつけて殴っていきます。さああと5点、ターン終了。はい、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。白タンゲートということで、まあどうだ、ゲートって出た結構ね、なんだろう、普通にラフィンの密通者エーガンジョの修繕あたりでゲート捨てて5ターン目とか4ターン目あたりに報復将来打ってっていう想定だったんですけど、その動き関係なく勝ってたような気がする。そこに至った記憶がないんだけどちょっとね、結構長いことやったんですけど、どうなんでしょうねはい、まあそんな感じで、ゲートがなくても強いゲートデッキということで、はい、ゲート好きな方はね、ぜひ遊んでみてください。さあそれでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。